こんばんは、ドライトニュースの時間です。緊急速報です。統合版マインクラフトベータ版バージョン 1.12.0.11 にてなんと 1×1 マスの穴に入れるようになりました。海外の方のツイートで判明して、なんと泳いでる時に 1×1 マスの穴に入るとそのまま歩幅前進のように移動できるようになりました。現場のドライトさん。はい、こちらは統合版マインクラフトベータ版バージョン 1.12.0.11 のワールドです。それでは水中に入りましょう。はい、まずは泳ぐモーションになります。そしてこちらの 1×1 マスの穴へ入ります。はい、すると、はい、このように進むことができます。しかも3人称にするとこんな感じで泳いでおります。はい、完全に泳ぐモーションですね。はい、しかもめちゃめちゃ速いです。しかもこれはですね、そのままこのようにですね、松明を置けたりブロックを設置することもできるし、このツルハシを持って穴を開けることもできます。こうやってまた進むこともできて、また設置と、で普通にブロックも設置できます。このように Java 版でもあったような感じになりました。この裏技が、統合版にも登場するということです。以上、現場からでした。統合版マインクラフトベータ版バージョン 1.12.0.11 の裏技、 1×1 マスの穴へ入る方法でした。もしかしたらこのバグは修正される可能性もあり、または仕様になる可能性もあるので、今後のアップデートでどうなるのでしょうか。それでは良い一日を。